他を愛する心その4、ダーウィンと利己的遺伝子という名前をつけました、表題をつけました。この他を愛する心というシリーズですけども、これは今ですね、私たちが、健康でいたいとかですね、長寿になりたい、または例えば長寿になっても認知症になりたくないと、こう思っておりましてですね、それで自分の生活とか生き方、ストレスを改善しようとしているわけですね。私もこのブログでですね、健康でいるにはこうだとか、長寿は心の持ち方だとか、認知症は勉強をすればいいんだとか言っておりますが、実はそれは補助的なものであって、私たちが健康だったりですね、それから幸福になるというのは、自分が健康に注意するから、自分の体が元気だからではなくてですよ、私たちの愛が他に向かっているからではないかと、そういうふうに思われるからですね。で、もちろんこういったことを感覚的に掴んでいる方ってのは多いんですけども、それを単に感覚的ではなくて、しっかりとした根拠のある論理を持ってですね、普遍化したいと、ちゃんと多くの人が納得する形にしたいとして思うのがこのシリーズなわけです。で、といっても非常に特別な考えなので、これまで3回はですね、やや風力発電が引きんかどうかわからないんですけど、いろんなですね、身近なところから、ちょっときっかけを書いたんですけども、ここからは少し科学的な内容になります。できるだけ優しく表現したいと思っております。人間というのがですね、利己的な生物なのか、それとも利他的、つまり他人を愛することができる生物なのかという問題はですね、科学的にどういうふうに進んできたかということなんですけども、それは一番はっきり分かるのは進化論であります。今から100年以上前にダーウィンがですね、チャールズ・ダーウィン、イギリスの生物学者、が進化論を表しまして、猿から人間ができたという、衝撃的な学説を出したわけですね。それからしばらく経って、今度は生命のもとはこういうもんであるということを DNA の解明ということでワトソンとクリックがやりまして、さらに、今から20年ぐらい前なんですが、ドーキンスというイギリスの学者がですね、利己的な遺伝子という本を出しまして、人間が利己的な生物であるということが確定しました。確定したように見えました。それがどうも違うということをこのシリーズが言うんですけども、そのためにはまずダーウィンからの系図を調べてみなきゃいけないんですが、ダーウィンはですね、自然淘汰、皆さんがよく知ってる自然淘汰ですね、つまり強いものがこの社会では勝つんだという原理があるんだと、それによって生物は進化してきたんだということを新しく言うわけですね。例えば猿と人間、猿の中に人間が出てくると、人間の方が強いので、人間が残ると、そういうことをずっと言ってきたわけですね。で、それだけですとただ概念なんですが、フリースという学者がですね、大松酔草の突然変異というものを調べまして、実は生物にはやっぱり突然変異があるんだと、猿から人間に、突然今の人間になりませんが段階的に人間になるという進化があるんだということを示したわけですね。つまり生物というのは生活しているうちに突然変異を起こして、稀にその中で、突然変異の中の多くは劣る性質のものができるんですけども、稀には優れた性質の持つものも現れて、それが残ると。それを繰り返しているうちに、長い長い年月を経てですね、アメーバのような生物からいつの間にか人間のような生物まで生まれてきたと。これが、進化の理論の中ですね。この進化論はワトソンとクリックの DNA の構造解析が終わりますとですね、命とはどういうものかっていうのを説明できるようになったんですよね。昔は地球に最初に命がありませんでした。そうですねと。そのうち9億年経って命が生まれました。そうですね。じゃあ最初の命を持った生物の親は誰なんでしょうかと。最初の生物ですから親がいなかったんじゃないですかというような問いに対してですね、ちゃんとして答えられなかったんですけど、それはちゃんと答えられるようになったし、我々が2本足がありますが何でですかとか、目が2つありますが、と全部説明ができるようになりました。それから放射線との関係なんかも明らかになってですね、放射線を浴びますと我々の遺伝子に変化が起こりまして、時にはがんになる、ほとんどのがんになるんですけども、
いくつかはですね、より強くなる方向に変わりまして、まあ、それで生物が競争に勝つんだということで、まあ、宇宙船によって、人間が生物が進化するという理論もあるわけですね。まあ、つまり突然変異によって、なる進化してくるという現象論だけではなく、まあ、具体的な化学反応なんかも解明されてきたわけです。で、この DNA の構造解析とその影響の研究が続くことによってですね、生物の誕生とか生物の進化はもう完璧に説明できるようになったように見えたわけですね。まあ、そこにイギリスにドーキンスという学者が現れまして、非常にこの人鋭いんですが、利己的な遺伝子という大著を表しました本をですね書きまして、もうこれでみんな決まったかなと思いましたね。とても面白い本であります。ドーキンスという人はもともと、まあ、本をお書きになった時はかなり若い先生で、もう確かお亡くなりになったような気がするんですが、イギリスの大学の先生でですね、学生と飲みながら議論するのが大好きという、まあ、お酒好きの人でもあり、まあ、その議論の中から、まあ、総合的にまとまった研究が出てきたわけですね。つまりですね、これは驚くべきことなんですが、生物というのはその体の中にある遺伝子の単に乗り物なんだと。全ては遺伝子によって操作されてるっていう、そういう考えで今までの進化論を全部まとめたわけですね。例えば私ですけども、武田邦彦、これは一人の人間のように振る舞っておりますね。自分でもそう思ってるんですけども、だけどドーキンスに言わせればですね、武田邦彦は本当は一人の人間では何でもないって言うんですよ。私の中にある遺伝子がですね、私の中に、まあ、エイリアンみたいに救っててですね、生き残って次に子孫を残すために作った単なる乗り物だって言うんですね。で、私が誕生したのはなぜかと言いますと、私の親の体がだんだん劣化してきますね、年を取ると。そうすると親の体が劣化しないうちに子供に移そうって言うんで私を産んだと。で、そこに遺伝子が移動するんです。本当に移動するんですよね。ですから親が死んでもですね、子供の方に遺伝子が移りますから、いつまでも遺伝子は、死なないで生きてるわけですね。だから遺伝子の不思議なもんで、死にませんからね。今から37億年前に生物ができた時の遺伝子はある意味では今まで残ってるわけであります。だからまあ大体安全を期して、まあ40歳ぐらいになるまでに乗り移ってしまえばいいと。あんまり老人まで引っ張るとですね、うっかりして遺伝子が移れなくなるという、そういうことなんだっていうわけですね。で、私に乗り移った遺伝子はまあ悪さをしてですね、まず私を成長させるわけですよ。私は一生懸命ミルク飲むんですけど、あれ遺伝子が命令してるんですね。それで適当な時期に女性が好きになる。これも本当はインチキで遺伝子が命令してるわけです。子供を作ると。で、つまり私がですね、女性を見るとムラムラするっていうのはですね、実は私の中の遺伝子がそうさせてるんだっていうんですから、悲しい話ですね。つまり人間は40歳ぐらいまではまあ安心なんですが、遺伝子はその間に悠々と計画を練るわけですね。まず若いうちに私に勉強させ、運動させ、そして体を鍛えさせて、まあ、安心な土台を作り、さらに適齢期になると女性が好きにならせて、そして、まあ、子供を産ませるという、まあ、そういうのが全部遺伝子の策略だと。まあ、こういうことですね。これが美味しい、料理が美味しいんだとか、自分はラグビーが好きなんだとか、愛する彼女は誰々なんだっていうのは全部遺伝子の騙しだと。いうことを私もですね、今からそうですね、20年ぐらい前に知ってですね、衝撃を受けましたね。いや、もう虚しい気持ちになりますよ。だけども、もうその虚しさを少し過ぎますとですね、まあ、どうせ自分の体の中にエイリアンがまあいて指令してるだけだから、それに反することも自分としてはできないんだから、もう一層遺伝子の指令通りですね、快感を味わった方がいいというふうに、まあ、若干自暴自棄になりがちになるわけですね。つまりダーウィン、それからフリースですね、それからワトソンとクリック、そしてドーキンスという流れの中でですね失礼しました、自分の遺伝子を残すために自分は乗り物として生きている。だから遺伝子が指令するんですから、人間の本質は利己的である。それはそうですよね。自分を守らないことにはもうどうにもなんないわけですから、だから競争に勝って勉強もできるようにする、スポーツもできるようにする、なんとか彼女も獲得するっていう、そういう競争心が湧くと、まあ、いうことが分かったわけですね。
それによって実際アメーバのような単細胞生物から三葉虫、恐竜、そして人間と、まあ、順序よく進化してきたと。これが生物の歴史なんだと、まあ、完璧じゃないかというふうに思われてきました。今でももちろん遺伝子と進化論の組み合わせが正しいという意見は随分多いんですけども、でもどうやら間違っていたようだと。これが実はこのシリーズの、考えるべきことではあります。これで第4回終わります。